はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。不動優生です。さあ本日なんですが、皆さんはシューティングセイバースタードラゴンという史上最強の超絶イケメンモンスターご存知でしょうか。これまあ強いんですよ。召喚条件がかなりむずくて、旧星流セイバードラゴンプラスドラゴン族シンクロモンスターを含むチューナー以外のモンスター1体以上という、そういう条件で、作ることになりますと。で効果がねめっちゃ強いんですね。1ターンに一度相手のフィールドの効果モンスター1体選んで効果無効にするっていう、これ起動効果なんですけど、起動効果とあと、通常の攻撃に加えて、スターラスドラゴンおよびそのカード名が記されたシンクロモンスターの数まで、攻撃できるっていうシューティングスタードラゴンみたいな効果ですね。連続攻撃と1ターンに一度相手が効果を発動したとき、何でもいいです。魔法、トラップ、モンスターの効果何でもいいですけど、効果を発動したときに、このカードをエンドフェーズまで除外して、その発動を無効にして除外するという。これね、除外が強いんですよ。だからティアラメンツとかにもね、この無効にして除外してるっていう効果が刺さるんですね。かなり。はい。で、やっぱ、無効にして破壊するは今の環境弱いので、これがめっちゃ強いと。じゃあどうするか。シューティングセイバースタードラゴン、3体並べようと。いうことで、今回はシューティングセイバースタードラゴンを3体並べるデッキを作ってきました。はい。で、ルートなんですが、ジャンクコンバータープラスチューナーからいけるようになっておりまして、それを実現するべく、スモールワールドとか増援とかが入ってます。ここにアクセスして、で、こいつの効果を使って、ジャンクコンバーターを出していくっていう感じですね。はい。細っけいルートはちょっとデッキレシピとかなんか書いとくんで、そこご覧いただければと思いますので、早速ね動画ご覧いただきましょう。はい、最終盤面は見ていただいて分かるんですけど、めちゃくちゃかっこいい盤面になってて、しかもめっちゃ強いんで、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイライディングデュエルアクセラレーション、全然決まんねえわ。これ決まりそうだわ。裏がある強い。これは決まりそうじゃねえか。ジャンクコンバーターよりも先にちょっと調律だな。調律ってちょっと一回裏チェックしよう。ない。OK。なんでもいいな。ジャンクシンクロンでいいか。ジャンクシンクロン持ってくる。そして、ジャンクコンバーターの効果発動してほしいな。ジャンクコンバーターの効果。これちなみにコンバーター初動じゃないと、3体の、セイバーは出ませんね。はい、基本的に。ということになっております。で、スターダストシンクロ持ってくる。そして、無限包容だけほんまにやめて。無限包容マジでやめて。無限包容マジでやめて。なんもない。よし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 。おやめ。なんかある。あ、大丈夫だ。あ、裏あるわ。危ない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 。お前ちょっと一回黙ってろ。お前一回黙ってろ。危ない。ティアラメンツ流手札誘発に、ゴリゴリに展開されるところだったぜ。ふぅ。で、ジャンクシンクロンの効果によってジャンクコンバーターを蘇生、そしてレベル2のジャンクコンバーターにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。集いし星がどうのこうの、シンクロ召喚ジャンクスピーダー、シンクロ召喚成功、効果発動。そのジャンクコンバーターの効果はあとで使うのでちょっと1回スルーで。で、1234、5で、はいはいはいいやおかしいだろこいつやってることおかしいだろ。どうなっとるんだこれ。お前やってることおかしいだろ。で、交代する奇跡を発動して重い集いし竜をデッキトップに置かしまらぜ。王を迎えるは三賢人、赤き星は滅びず、ただ愚者を滅するのみ。あらぶ魂よ、天地壁の時を刻め、シックの召喚スカーレットスーパードラゴン。交代する奇跡の効果発動。シンクロ召喚に成功した場合、カードを1枚ドローし、そして思い集いし竜の効果発動。自身を特殊召喚し、さらにデッキよりラルバウールを特殊召喚、そしてラルバウールの効果発動。ラルバウールの効果によりジャンクシンクロンと同じ種族属性のモンスターを1枚手札に加えることができる。これによりドッペルウォーリアーを手札に加えていく。そしてスターラストシンクロンの効果、自分のフィールド上のモンスターをリリースし、自身を特殊召喚、墓地からモンスターが特殊召喚に成功した場合、自分の手札のドッペルウォーリアーの効果発動。このカード手札から特殊召喚、そして、レベル1のラルバウールにレベル4となっている、スターラストシンクロンをチューニング。シンクロ召喚現れよガーデンローズメイデン、そしてガーデンローズメイデンのモンスター効果、シンクロ召喚に成功した場合、ブラックガーデンを1枚手札に加えることができる。さらにレベル5のガーデンローズメイデンにレベル3のジャンクシンクロをチューニング。黒き旋風がどうのこうの。新規の召喚現れよブラックフェザードラゴン。ブラックフェザードラゴンとドッペルウォーリアに重い集い主流をチューニング。集い主思いが輝く奇跡を呼び起こす。光さす道となれ新規の召喚。高来せよシューティングセイバースタードラゴン。さらにドッペルウォーリアーの効果シンクロスライとして墓地を食らった場合ドッペルトークンを2体特殊召喚。さらに自分の墓地のジェットシンクロンと効果を発動。手札を1枚墓地に送ることにより自身を特殊召喚。そしてレベル1のドッペルトークンにレベル1のジャンクシンクロンをチューニング。シンクロ召喚天輪の創生同士。天輪の創生同士はシンクロ召喚に成功した場合自分の墓地のレベル2モンスターをなんかいっぱい特殊召喚できるとかいうヤバすぎる効果を持っている。そしてレベル2のドッペルウォーリアとレベル1のドッペルトークンにレベル2の天輪の創生同士をチューニング。シンクロ召喚現れろ幻竜星暴天光。さらにシンクロ召喚に成功した暴天光の効果。さらにドッペルウォーリアの効果も発動。ドッペルウォーリアの効果によりトークン2体を自分のフィールド上に特殊召喚。さらに暴天光の効果により流星モンスター1枚を手札に加えていく。そして手札にマジックカードブラックガーデンを発動。レベル1のドッペルトークンとレベル1のドッペルトークンにレベル5の暴天光をチューニング。集いし願いがどうのこうの。シンクロ召喚現れよシューティングライザードラゴン。そしてシューティングライザードラゴンのモンスター効果シンクロ召喚に成功した場合自分のデッキからカードを1枚墓地の国そのモンスターのレベル分自分のレベルを下げることができる。ここにより急星流セイバードラゴンを墓地に送っていく。そしてブラックガーデンの効果によりフィールド上の植物モンスターと自身を破壊し自分の墓地からドッペルウォーリアーを特殊召喚。レベル2のドッペルウォーリアーにレベル6のシューティングライザードラゴンをチューニング。アクセルシンクロ絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばしてアクセルシンクロスタンスドラゴンの効果発動。自分のもちろん急星流セイバードラゴンを特殊召喚。さらに、アクセルシンクロスタンスドラゴンの効果発動。自身をリリースし自分のデッキからスタンスドラゴンをシンクロ召喚しフィールド上のモンスターでシンクロ召喚を行う。集いし思いが輝く奇跡を呼び起こす。光さすミッションへシンクロ召喚高来せよシューティングセイバースタードラゴン。さあチェーンがうるせえないっぱい全部発動するぞ。アスタルトシンクロンの効果を発動。さらにアクセルシンクロスタンスドラゴンを特殊召喚。さらにジャンコンバーターの効果により、自分の墓地から急星流セイバードラゴンを特殊召喚。さらに高来する奇跡の効果によって自分の手札から中乱モンスター1体を特殊召喚。あれのジョクトを特殊召喚しさらにセイバードラゴンを特殊召喚しさらにアクセルシンクロスタラスドラゴンを特殊召喚。レベル8のアクセルシンクロスタラスドラゴンにレベル2のジョクトをチューニング。冷酷なる炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花よ開けシンクロ召喚現れよブラッドローズドラゴン。効果はあちらに使いません。でレベル10の、ブラッドローズドラゴンにレベル1のセイバードラゴンをチューニング。集いし思いが輝く奇跡を呼び起こす。光さすミッションあれシンクロ召喚高来せよシューティングセイバースタードラゴン。さらに自分の推しのガーデンローズメイデンの効果ガーデンローズメイデンはゲームが味わいすることにより自分の推しのドラゴン族シンクロモンスターを特殊召喚することができる。再び現れろブラッドローズドラゴン。さらに自分の墓地で存在するブラックフェイザードラゴンとチューナーシンクロモンスターをゲームから除外。黒き旋風よ天空を突き破る翼になれシンクロ召喚現れろブラックフェザーアスタートドラゴン。どうだこれが激動優勢流アルティメットジャンのシンクロだつえバンベつえなにシェイレーンだとバカがシューティングセイバースタードラゴンのモンスター効果相手が発動した効果を向こうにしそのカードを除外することができる。スターダストフォースアウフニス、うるせえ黙れシューティングセイバースタードラゴンの効果、相手が発動した効果を無効にしそのカードを除外する。スターダストフォースさらに、アサルトシンクロの効果、モンスターが除外された場合自分の墓地のこのカードをゲームから除外し、除外されているそのモンスターを特殊召喚、再び現れろシューティングセイバースタードラゴン高麗する奇跡の効果、一応カードを1枚ドローしておこう。よし、いいぞ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 、かかってこいさあ、かかってきやがるバカだが。ちなみにまだ妨害は1、2、3、4回残ってるぜ。ちなみにモンスター効果を発動するとバーンダメージが入るぜ。見つけたぜブルーノ。これが不動優勢を超える激動優勢によるアルティメットビヨンドオーバートップクリアマインドだ絡みつく時間振り切って限界を人からせ、うるせえ黙れ。スカーレットスーパーノードラゴンの効果を発動、相手のモンスターが効果を発動した時相手のモンスターと自身を全てゲームから除外する。残念だったな残念ながら何をサーチしたところで意味がないぜ強すぎ強すぎこのデッキ。あレイノハート、うるさいシューティングセイバースタードラゴンの効果、スターダストフォースつえやばい、ちょっとやばい、スカーレットスーパーノードラゴンが帰ってこれね。まあいいや。シューティングセイバースタードラゴンは自分の文字のスターダストシンクロモンスターの数だけ攻撃ができる。バトルだ、いけスターダストシューティングソニック2連打、ズーン見てるかブルーノ、ユース君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える、光を超え未来を切り開く。このデッキ一発やすぎワロタすぎてやばいわマジで一発やすぎで腐って感じだ俺。ジャックコンバーター何何坊や、くしくも同じ構えのようだな。ジャンクシンクロン、なるほど、なんで俺様のあの最強の激動優勢流史上最強、アルティメットビヨンドオーバートップクリアマインド盤面に勝てるのか貴様、見せてみろ。ゆうせいさん、ゆうせいさんちょっと思ったよりも強いねちょっとゆうせいさんちょっともうちょっと手加減してくれませんおいかっけえな盤面、お前おいおいエモこの盤面、シューティングセイバースターコズミックブレイザークエーサースターダストウォーリアースターダスト、めっちゃかっこいいな。ただ俺は何もできないぞやば、全部スターダストじゃんマジで、クソかっけえ。本物の不動優勢いたわ。ちょランクワイズの本物の不動優勢に会いました。強すぎただやっぱシンクロ事件ってマジでじゃんけんにしかならねえな。